横浜日桜は桜の園芸品種の一つである。1972年頃、神奈川県横浜市広報区在住の園芸家により、寒日桜と大島桜と高根桜の交雑種の県独毒ク熊ガイドを交配して作られた。1985年1月23日に種苗法に基づき鑑賞樹として品種登録され、登録番号は777番である。 寒日桜の特徴的な黄色と、剣ク縁熊イの花形の良さを兼ね備える。品種名は、出生地である横浜と、花の色の特徴である黄色から名付けられた。この園芸家は、昭和30年代後半から桜の後輩を始めた。後輩を始めてから花をつけるまで5年から10年の期間を要する。試作を重ねるうち、数学的思考で、 後輩のバランスを考えることに至り、横浜日桜はその成果である。1996年4月には、横浜公園開園120周年を記念して、同園内に植樹され、1997年11月12日には、中区の区政70周年を記念して、本木山頂公園に原木が寄贈されている。花弁はソメイヨシノに比べ色が濃く鮮やかであることが、 特徴で、一重の平開け先、やや下向きの大輪の花をつける。葉の形が東卵状楕円形であること、花序の形状が三房状であること、花弁が楕円形であること、花が紫ピンクの大輪の花であることなどから、寒肥桜と区別できる。ソメイヨシノと同様に、葉が出る前に花が咲く。花の形状は同様で、開花時期が異なる三つの品種があり、 育成地である横浜では、早咲きは、おおむね3月20日頃、遅咲きは4月10日頃から咲き始める。学校の入学式の時期に満開を迎えたいケースでは、中間咲きの品種が選ばれる。開花時期を調整できる特徴から、染井い吉野のの前後に咲くように、横浜日桜を植えることにより、長期間花見を楽しむことができる。 本木山頂公園内に植樹された横浜日桜の原木横浜市内では本木山頂公園、横浜公園のほか、岸根公園、清水家急公園、横浜市子供植物園、港未来地区の横浜ランドマークタワー近くなど、県外では東京の新宿御苑などにも植樹されている。ありがとうございます。